願いします。よろしくお願いします。Thank you.
次、ゆっくりの曲なんで、落ち着いて聴いていただきたいです。よろしくお願いします。散々行くこの気持ちの中で、なんとなくこの気持ちの中で、それぞれのことを思い出せるなら、君を知って俺のことを君が知ってさ、目は背いれば君しゅわい君しゅわい、この先のことなんて誰も知らない道、誰もがさまよいながら歩いてく、街の明かりが消えてくメイクも必要ないネックは見せ、敵イーゼン呼び捨てイーゼン、詫び捨てイーゼン呼び捨てイーゼン、意地張ってあって何も変わらしないさ、不確かなことを予想もしないこと、どう捉えるかは自分次第、仕事自体して俺の未来は怪我しておりゆめよ、モラトリアムのような濃厚な感じ、どうせ何時だって時間は止まっちゃくらないや、今の君は偽りなき刻む、無理して自分が腐らないでよ、あなたの思い描くことをやり続けていけばいいさ、夢が叶ってくれるんじゃなく死ぬ覚悟で我が人生掴み取りゆけ、いやそれぞれの道歩いて流してくミュージック、戻ってこない二度じゃ戻ってこない、チェリーシャのバルフィールドへ止まらきゃ、もう一度君の人生だから、先のこと考えても何もできやしないさ、流れを流れゆく時夢みたいな、そう思う時まで俺は出会す、俺は新宿へ笛の吹いに来る、 Yes, yeah! 何かを背負っての未来生きてる、考える前に行動やってみなきゃわかんねえだろう、 Whoa, whoa, whoa! 何かを背負っての未来生きてる、自分でしやすくれない自分の人生、幸せすぎゃ見て俺よ、今の君はどんな気持ち生きてる、無理して自分が腐らないでよ、あなたの思い描くことをやり続けていけばいいんだ、こんなことはクレイジーか、何が正解でさ何が不正解だろう、いやそれぞれの道歩いて流していくミュージック、戻ってこない二度でも戻ってこない、チェリーシャのバルフィールドへ止まらきゃ、もう一度君の人生、先のこと考えても何もわからないや、いてんだよで続くさ運命みたいな、課せられた使命には俺は出会う、今日もこの舞台に出会う、何かを背負っても見合い生きてる、後悔なきゃ叶えん未練なんて数えきれない、何かを背負っても見合い生きてる、自分でしか救えない自分の人生、幸せつかみじゃ俺よ、そうせ君の選んだ願いさ夢じゃ、誰かに何も言われても Feel no way It's all again それでいいよ、どうせごまかせない、ありがとうございます。
改めまして、名古屋出身シンガー、りょうきと言います。よろしくお願いいたします。今日、新宿 FMV で、エンタメディアさんの紹介で 出させていただくのは2回目なんですけど、すごい、いいライブハウスで歌われることを感謝してます。ありがとうございます。で、今日 MC ずっと考えてたんですけど、全然浮かばなくて、MC になるような話がちょっと楽しいかどうかわからないんですけど、入り口でドアがさっきずっと開いてたんですけど、たまたま僕が外出るとき閉まってて、すごいなんか今から歌えるっていう、めちゃ喜んでダッシュで行ったら思いっきり閉まってて、バーンって言ってめちゃめちゃ痛くて、本当に歯が抜けちゃいそうな感じで痛かったんですけど、だけど、まあ、いい MC になったんで、ありがとうございます。はい。人生の話ですよ。あれ。で、もう次曲行きたいんですけど、ライブっていうのはお客さんがいて歌い手がいて一つのものになるんで、よかったら僕の掛け声に続いて声出していただきたいです。よろしくお願いします。Yeah yeah yeah, say wow, wow, say wow, wow, say yeah yeah, yeah yeah. ありがとうございます。Hey.今日も俺はこの場に立つ、繰り返すような毎日の中で、終わりのない夢の中で、諦める道なんて選ぶなよ。明日があるだけで幸せなんだ、生きているだけで幸せなんだ。遠回りしたっていい、時が経ったっていい、お前がどんな場所にいたって周りと比較する人に割れるな。お前が考えたことに間違いはないから、俺は示す、俺だけが知る道を示す。Yeah!
欲しいだが、そんな表現でいいのかね。そうだろうな。So don't we だからこそ踏み出そう前へ。俺は今日にはもういない。そんな奴がいる場所で、そんなだけは生きてんだろ。そんな奴がいる景色、そんな景色しか見えないだろ。そんなだけで吹かされる人生、そんな視線まだやる。よろしくお願いいたします。スタジオの気を聞いてる君に行けるじゃん。笑っちゃった歌います。ビニールのリリック線を最終的に持ってくなり持ってか。心揺さぶるルーツミュージック、ループミュージック DJ やってきた奇跡を奇跡に書いてお店。 Oh wow, we say Dance weekend, dance weekend。 このリスミュージック思い出したい。落ちたらよくせたバミのロクセバミのバミのくれた君が何や。身を任せ、あと君を任せ。たまに映る二つの影、こんな楽しいこと人生でもないと思うし。あの頃の感情が抜けない。あの頃は男女の関係、現実と理想の狭間で答えを求めてたですが、目の前には武道館しか見えてなかった。ライブライブに君と足を運んだ時、その時のようなギャッギャッ。
できた奇跡、君と出会うことができた奇跡。運命ってものは神様が決めてる、自分が決めてやるかわからないけど、じゃあ今まで続いてきた言葉回収したろうじゃ、思い出なんか今したくはない。気づいたらこれだけは誰にも負けなくなきゃ、選ばれたものしか勝てない舞台、涙が届かない、大した努力じゃ届かない、じゃあ一人だけ信じてくれる人がいたら裏切ることはもうできない、そう誓ってじゃ。告知させていただきます。次12月23日の、千葉県の新習志野駅前ショッピングモールというところでエンターメディアさんのおかげで出させてくれることになってライブしますので、ぜひよかったら見に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。